ゲロラ・シュリーベジャヤスタジアムは、インドネシアパレンバンのジャカバリン、スポーツシティコンプレックス内にある多目的スタジアムである。建設された当初は、ジャカバリンスタジアムと命名されたが、後に14世紀まで権勢を誇った、シュリービジャヤ王国の名を冠して、ゲロラ・シュリービジャヤスタジアムと改称された。主にサッカーの試合に用いられる。インドネシア国内では、ジャカルタにあるゲロラ・ブンカルノスタジアム、サマーリンダにあるウタマパラランスタジアム、スラバヤにあるゲロラ・ブントモスタジアムに次ぐ4番目に大きいスタジアムである。リーガ・インドネシアに所属するスリウィジャヤ FC がホームスタジアムとして使用している。収容人数は 43,103 人。2007年には AFC アジアカップ2007の会場として使用され、グループステージの会場となったほか、3位決定戦である日本代表対韓国代表の試合が開催された。2010年には東南アジアサッカー選手権の会場となった。2011年には東南アジア競技大会のメイン会場として使用された。ありがとうございます。